ここからが大事ですあの今までは昔話だと思って聞いていただいたらいいんですけどここからはじゃあどういうふうに対策を打っていくかっていう話になりますのでそれなりに整理しながら聞いていただきたいと思っていますまずは情報収集をしましょうはいえー、でそうですね j p サート c c 見てますか であのたまに研究家のメーリングリストとかで脆弱性がありますからどうのとかって言ってるわけですけど、まあ、日本の元締めとなっているのはこの j p サートだったりしますので、まあ、例えば、えー、もしあれでしたら RSS を取得されたりとかメーリングリストにお入りになるとかっていうのがいいんじゃないかと思いますでこ,これによるとはいはいはいフラッシュプレイヤーの更新が来たのはこれですね あのフラッシュプレイヤーの更新が来てませんか、はいはいはい、遠隔リモートからコンテンツを開かせるとかっていう話ですね、はいはい、そういうのがもう報告されていますので見てください、はい、あとこういうのもありましたね、はいはい、b g a さんに d l l は使うなとかっていう話でしたねほ、はいえー、他にも 龍谷大学の小島先生という人がやってらっしゃる、これはかなり深く、深くじゃない、かなり昔からやってます。セキュリティーホールメモ。これあのメーリングリストありますので、もし興味ある人はぜひ入ってください,い。RSS も配信しています。次です。 さっき紹介した CVE とか CWE とかもあのセキュリティのことをえっとねそうそうそう多分ね就職したらセキュリティのことをやらなくてもいいとかって思ってるかもしれないですけどあのそうですね 日本のすすごい問題なんですセキュリティを勉強した人のキャリアパスというのはすごい問題になっていてこれはどういうことかというとなんか大体業者任せやったりとかそのシステム管理者がセキュリティ担当を兼任してたりとかっていうのがこうやっぱり日本の企業の実態なんですよ。なのでセキュリティをこを勉強してもセキュリティばっかりやってても食えないぜみたいなのがすごい問題になってるんですよね。 えー、だからセキュリティをやるなっていうつもりはないんですけどセキュリティは非常に重要なので、えー、政府も予算を注入しているわけですけど、えー、現実的には IT 技術者がセキュリティも兼ねてやっていかないといけないという現実がありますので、えー、皆さんは IT 技術者になるわけですから、えー、ぜひ CVE とかには精通してもらいたいなと思っています。 でこの CVE とか CWE いろんなあの活動は、えー、広報活動なわけですけど広報活動をやればいいかっていうとそうではないと思っている人もいるみたいですね。これどういうことかというと広報活動をしてから侵入行動が出現しましたっていうのがあるわけですね。ここれはは最近はこの、えー、脆弱性が 公表されてから侵入コードが出現するまでの,この時期間が非常に短くなるというのが短くなるもしくはこれよりも先に実はやっとるんじゃないかというのが問題になっていてここがゼロ以下になるとロデイ攻撃になるという話ですね。こういうのもあってこれ MS なんちゃらかんちゃらってあるじゃないですか。これあの昔は昔 えと月例でセキュリティ情報を公開してたわけじゃないんですよ。はいうのそういう,そういう昔話はさておき、えー、何が言いたいかというと脆弱性が公表されたらその脆弱性があるサーバーを、えー、手当たり次第に探すっていうことが活発化しているっていうのが問題になっていて。はい えと例えばゼロデイどころではない場合もあって SAMBA っていう皆さん使ってると思いますねあの Windows のファイルサーバーを UNIX で実装するっていう実装があるんですけど SAMBA の実、えー、脆弱性が公開されましたと。で公開される前にこれはこれ「ハニーポッド」っていうあのは何て言うんですかねおとりサーバーです。 おとり,りサーバーをネットで公開してるわけ公開してるんですけどそのトラ,フィックトラフィックを見てみると公開する前にもうなんかトラフィックがガーッと来ちゃってるんですね、はいで。かつ対策プログラムが打たれてからガーッと来るのは当たり前なんです。だって脆弱性が見つかってから、えー、いろんなところから来るわけですけどその前にこう来てるっていうパターンもあるわけですよね。なので、えーと 脆弱性が公開されるっていうのはこれはあのすごいジレンマになっているわけですよね。はい、こういうういい実例もあるという話です、はいえーでまあ、だからといってじゃあ脆弱性を見つけたらこれは秘密にしておいたらいいのかという話ではなくて、えー、っとこれ、覚えてますか去年ありましたねあの子供がマイクロソフトの XBOX のパスワードを解除したという話覚えてますか えっと、このスペースキーをガン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 ってやってたらいけたとかっていうそういう話ですね覚えてないですか、えーはいえー、クリストファー君はクリスマスに買ってもらったちょっともうちょっと大きくしますね クリストファー君はクリスマスに買ってもらった Xbox One から父親の XboxLive アカウントをハッキングしてゲームをプレイする方法を発見したデタラミナパスワードを入力した後でスペースキーを連続入力したらログインできたというって書いてあるまあこれもあれですよね認証の回避の脆弱性ですよねでこういう実例があるということからするとあの僕らはもう え脆弱性を見つけたら必ず報告するという義務があるわけです。はい。でまあこのように子どもが発見する場合もあるわけなので、えー、まあだからといってこれあの報告するっていうのは垂れ込みになったりとかこう脅しみたいになったらまずいですよね。で報告する制度があります。脆弱性の報告制度が各地で作られています。 日本の報告制度 JVN というふうに言っています、はいえー、発見したらまず IPA に届けてください IPA がちょっといろいろ受理しますのでいろいろ確認しますと、はい、でその後 j p サートに行きますと IPA が受け付けてその j p サートに行ってその後、えー、開発者に行くというそういう 形になりますはいでここで重要なこと重要なことはここ見てもらいたいんですけどちょっと細かくて恐縮ですが「脆弱性情報公開日の調整」って書いてあるということはえっ、ー、とまずこう受け付けるんですけど公表は待ってくれということも可能だということですね。そうしないと,、えー、ない,といけないのはなぜか分かりますか 調整が行われるのはなぜなんでしょうか。これちょっと考えてみてください。そうですね、そうですね。はい、その通りです。えー、でその後公表をして、えー、対策をし、そうかそう。対策をパここでパッチを作ってそれで初めて公表するという。 話です。で、もちろん。なんかさっき紹介しましたよね。なんか。えっと、ジュニパー o. S. とか、なんでしたか。ファーウェイの e. 四五五とか。あれはなんか、あの。えー、なんか。対処方法は不明ですになってましたよね。それは、えー。この j. V. N. の枠組みでやってるわけですけど。えー、その。あの。 ベンダーがやる気がないか、ま、全くや,る、えー、やれませんというそういう,、えー、もうコストも含めてやれませんということを踏まえて対応状況を公布用したということなんでしょうね。はいえー、なので、えー、そうさっき JVN やったもんねこれ報告したからといって必ずパッチが作られるというわけでもないということが分かりますね。こ、はいえー、これ次のやり、えー、次の,この 説明図はウェブアプリケーションの場合です、まあえー、来週か再来週ウェブアプリケーションの話はしますがウェブアプリケーションの場合もアプリケーション自体が、えー、全世界に、えー、公開されていますのでちょっと簡略化されています j p サート CC は入ってない形になります、はいはい、大丈夫ですねこれこの辺り調整して修正してとかっていう 公表するという大まかな流れは一緒です。はい、で後でこれ出てくるので、はい。えでどんな脆弱性が最近報告されているでしょうか。はい。えー、最近も報告されています。これは上二つは普通のソフトウェアですが、えー、一 上から3番目は、MTPHP インクシーこれは上から3番目は、多分これはムーバブルタイプだと思うますこれはウェブアプリケーションだと思いますね。これはなので、かなり、これは5月15日に公開されたアップデートで修正されているわけですけど、 公表されたのは5月20日っていうふうになってますね。なのでこの辺り調整されているということがわかります。はい、わかりますか。はい。えー、であの僕らがあのまあ多く使っているマイクロソフトの製品だとどうなってるかなんですが、あの最初に紹介したように。 パッチ,チューズデーっていう月1回の定例更新だけで脆弱性に対処しています今のところ、はいえー。なのでこれをどうしてるかというと脆弱性の発見者に対しては、まあ、あのちょっと待っといてくれと <laughs> 公開しないようにっていう仕組みを作っています。はい、えー、で いいですかそういう月1回の定例更新だけでやっていますただし、えっと、この枠組みは、まあ、皆さん知ってると思いますけど Windows10 ってこの夏出るんですよね Windows10 からはこのパッチチューズデーの枠組みはなくなるという話を聞いています。はいで マイクロソフトのセキ,セキュリティサイトに行くとだい、ね、大体、ね、マイクロソフトに行くといろいろあってわからないんですけどマイクロソフトセキュリティ情報というのとセキュリティアドバイザリーというのがあるわけですけどこの2つはソフトウェアの更新が関係しているかどうかという話と脆弱性情報が更新公開されているかどうかという話になっています。